こんにちは、みやこ和のサロンの和子です。今日は風呂の柄杓の取り扱いについての話をします。はじめに柄杓の名称や基本についての話をして、取り方を2種類、置き方を3種類、お話ししますね。柄杓の取り方や置き方は規則性があるんですよ。様々に少しずつ変えて行われるのはお客様を退屈させない心遣いです。右上の小窓に参照動画をご紹介しています。概要欄には目次を載せてありますので活用してくださいね。まずはじめに柄杓の部分の名称を確認していきましょう。水や湯を汲むところを郷と言います。この部分は柄といい、真ん中に節があります。柄の郷と反対側のこのあたりを切り止めと言います。柄杓を持つ位置にも注意が必要です。柄杓の節より上はできるだけ触らないように心がけます。水や湯を汲むときに持つ右手の位置を確認しましょう。風呂のときには右手の位置は節いっぱいに人差し指がくるように持ちます。柄杓を体の正面で持ち替えるときには柄杓の柄が畳と平行になるように持ちます。柄杓には構えの姿があります。足を左手で、右手は切り止めにそっと手を添えます。この構えを鏡柄杓と言います。柄杓の郷が自分の顔と向かい合っているのがお分かりいただけますか。この鏡柄杓は蓋を開けたり閉めたりする際に行います。お手前の最初と最後に出てくるということです。あなたの今からのお茶、そして今お出ししたお茶、自分自身と向かい合います。柄杓の取り方について見ていきましょう。湯を汲む場合、柄杓の柄を下から取ってきます。柄杓の柄の先を下から上に持ち上げ、柄杓を上げながら張りながら手なりにして手を進め、節いっぱいまで持ってきて柄杓を持ち上げます。水を汲むときに柄杓を取る場合には、上からつまんで持ち上げます。正面で持ち替えて水を汲みます。水を取りに行くと思った瞬間、柄杓の柄をつまんで持ち上げ、上げながら張りながら、しっかり固定して、柄杓の柄が水平になった状態の時に、初めて離れてきます。柄杓が釜から離れたら、柄杓を体に近づけて、正面で柄杓を持ち替えます。柄杓は湯を使った場合、置き柄杓となります。
柄杓の柄のあたりを人差し指、親指でつまんで持ち、そっと下ろします。釜の口の向こう側に鍋をそっと乗せます。この時、柄は手なりで置きます。持ち替えつつ、柄を畳のへりと平行に、節のあたりを親指、人差し指でつまんで、そっと下ろします。水を使った後の柄杓は、引き柄杓で置きます。なかなか難易度の高い扱いですが、優雅に行えると素敵ですよね。釜の口の向こうに、柄杓の鍋を平行に、手なりで柄杓を置きます。1センチか2センチ、少し手を引いた後、親指を切り止めの先まで回して、完全に手をつけます。柄を人差し指と中指の間を滑らせつつ、最後切り止めを親指で押さえ、涙型を作って、柄をへりと平行に置きます。この時に、手の先で作った涙型が、天井と平行になるようにしてから手が離れてきます。お点前中に一回だけ出てくるのが切り柄杓です。抹茶に湯を入れた時にだけ出てくる柄杓の扱いで、一度きりの見せ場です。釜の口の向こう側に、鍋を平行になるように、手なりに置きます。鍋を置いたその場所で、手を広げて、指先を起こします。そのまま、ゆっくりと下ろしてきます。不安定ですが、柄杓を持つ位置がずれないようにお願いしますね。柄杓の取り方、置き方には法則があります。柄杓を使うときには、湯を汲むか、水を汲むかのどちらかです。湯を汲むときには、柄杓は下から持ち上げて取り、置き柄杓で置きます。水を使う場合には、上から取って、引き柄杓で釜に預けるのです。お点前中にお湯を使ったとき、置き方が一回だけ、特別になるんです。抹茶が入ったお茶碗に湯を汲んだ後、半尺戻して柄杓を置くときには、切り柄杓となります。いかがでしたでしょうか？法則がわかれば、思ったよりもぐっと簡単に見えてくるんではないですか？理屈がわかれば練習あるのみです。美しく、優雅にあなたらしく、柄杓を扱えるようにお稽古してみてください。これからも日本文化を楽しんでいただけますよう、基本をお伝えしていきたいと思っております。チャンネル登録、応援、よろしくお願いいたします。